チャンネルクララをご覧の皆様、こんにちは。こんにちは。本日は久しぶりの倉山満が聞く天ということですね。椿さんをお招きして番組をお届けしたいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日お招きありがとうございます。どうぞ。肩書きは謎の料理人ということで。そんな感じですね。まあ、本職です。本職、はい。はい。はい、ね、Facebook で美味しそうなご飯ばっかりあえてて。そうですね。それしかあげるものがないっていうね。いや、そんなことない。政治的なことをあげると、いっぱい思ってるんですけど、はい、あげるとめんどくさいコメントに返信するのがめんどくさい。ああ、無視していただきます。あ、そうですね。あとコメントを削除って機能あるんで。あ、そうなんですね。なんか絡んで来る人って大体時間泥棒なんで、ブロックするとなんかそれが自体がネタンされるんで、まあ、コメントを削除って機能があると他の人には見えなくなるんで。わかりました。私の FB で表現の自由を行使させないと。義務を果たさないやつには行使させない。そうですね、はい。ブロックもしてやらない。ブロックもしてやらない、はい、単純に削除と。本当に愛がないところですね、はい、無視っていうね、そういうことですね、はい、それはそうです。なぜ倉山満が聞く点なのかというとですね、うんうん、チャンネルアジアっていうところで私倉山満が聞くってやってたんです。はいはい、それで、はい、とりあえずそっちとは別番組だってことで。そうですね、はいはい、で椿さんも私が昔いて最近時々出てる、うん、というか出てるというか呼んでくれないのに私が公演やると向こうがやってくるって、ね、不思議な出演な。好きなんですよ。好きなんですよ。好きなんね。いつでもアジャさん待ってますよ。ウォホは待ってますと。ここで交換に呼びかけますが、今日もお会いするのでじゃあ、はい、言っといてください。はい、カメラの前で公開で言いましたけれども、はい、いつでもね、私読めてませんからね。そうですよね。休んでるって言って何年経ってんだっていう。うん、で時々まあなんか本の宣伝番組とかで。そうですね。あと先生の講演とかを収録に。やってって感じでね、はい、ちなみにチャンネルクララでは倉山先生がお出になっている講演会の録画とかは流さない。はい。じゃあそれはアジャの特権、アジャの特権というか、はい、なんですよ。わかりました。そうなんです。はい、じゃあアジャさんが来てる、あ、今日はオフレコできないな、うん、あ、ちなみにあれで、はい、私倉山先生したのはアジャの番組に出てた。はい、あれな、週7日出てた時、そう5日間全部違うキャラで出てた。あ、それは気づかなかったけど、ね、だ飛び道具の月曜日、うん、ね、ゲストが大変な火曜日、うん、やられ役の水曜日、真面目な話しかしない木曜日、うん、でうっぷんばらしの金曜日。誰でした？で自分で梅原さんが来てて、私の番組だったんで。そうなんですね。その割に私の方が気遣ってたような気がしますそして梅原先生の番組も ありましたよね。はい、やってましたよ。だってあれがメインでどんどん増えていって増殖していて、最後7本ですもん。あと伊藤哲夫さんと田中秀俊さんと。すごいメンツですね、はい、そうなんですよ、うん、もうね、まあ、アジャさんからね、まあ、いつでもオファーが、ね、あればという時から見ててくださってて、で、ね、で今日の題名はですね、なんとクララ誕生秘話。そう、チャンネルクララは私のあだ名がクララであるところから来たんです。そう、討論番組でね、ニコ動でコメントをつけてくれたのは。そうなんです。じゃあその辺の話。あ、そうそうそう、もうその当時私もその政治的な話とかにすごく興味があって、うん、もう仕事以外とか仕事中でもパソコンでこうずっと見てたりとかしてた時期があって、でコメントを入れるとなんかこう参加してる気持ちになるじゃないですか、はい、それでコメントを入れてた時にあまり笑顔がない。はい、あ、1回目討論出た時ですね。そう、あんまし笑顔ない、あんまり笑顔がないんで、最初はそのさ、なんていうかな、倉山さんが笑ったみたいな感じだったんですけど、ご返還でクララってなったのが最初ですね。そう、倉山さん笑ってよ笑ってよってコメントいっぱい来てたんですね。そうで、クララが笑った、クララ、まあ、クララが立ったにこう、ね、かけてね、うん、あ、ちなみにあれはですね、若手討論会って言って、はい、私が全員知り合いなわけですよ。あ、アウェイ的な感じですか？あ、超アウェイ、お客さんですらないそうなんだ、はい、もう敵ですらないっていう真のアウェイ、敵ってまあある種ね、はい、受け入れられてもらってるじゃないですか、うんうん、ただ誰誰って感じだったの。誰でなんかすごいね、うんうん、日頃おじいさんたちに、うん、目上ずらされてる人がもっと年下のが来てんで、うんうん、まあなんか偉そうにね、うん、やっててだつまんない親父ギャグで笑いみたいな空間だったわけですよでそれ本当つまんねえなと思って、うん、これ笑って
ってはない方がいいんじゃねえって実はあれなの、うんうん、計算なんです。あ、笑わないのが計算なんですか。みんななんか身内の傷の舐め合いみたいな世界になってるんで、ここ笑わない方が、うん、あのニコ動のコメント本当に意識してました、うん、あでもその傷の舐め合いはもうずっと今も続いてるんで、今もっとひどくなって、うん、そうですね、はい、その番組中やってて、うん、でまあこんなつまんないのに愛想笑いしてもしょうがないなと思って、本当につまんないなと思って笑ってなかったのが最後の最後で本当面白かったので笑ったらクララが笑ったって、ほっとしたって周りのみんなほっとしたっていうね、うん、だってそれ以外本当につまんなかったですか。確かにあんな親父ギャグで笑えてよっぽどあの保守って飢えてたんでしょうね、うん、っていうのが飢えてたんだよ。だって若い人が保守語ってくれるだけ嬉しいし、しかも経済って新しい語り口だとか、あデタラメでもいいから、うん、だって TPP なんて別に国体あの滅んでないじゃないですか。ピンピンしてるじゃないですか、だから楠木正成の隣に甘利明の銅像建てりゃいいんですよ、皇居に。こんなにね、ちょっとそれよくパッとあの分かんないけど、いや TPP があの亡国最終兵器だったんですよっていうこと。なるほどね、まあ、それはさておきで、それがまあクララの誕生秘話なんですが、はい、でその頃私常念司さんって人と常念塾やってて、もう客で来てめっちゃ面白かった。そうすごいめっちゃあの、はい、新宿のロフトプラスワン、はい、あの今星の人揺れてくれない、揺れてくれないんですよ。私揺れてもらえると思うんですけどね。そうですよね、だって特撮の人とかやってるんで特撮枠で入れてほしいですよね。そうですね、ね、っていうかもうそんなに保守保守してないですもんね、倉山先生みたいな、ね、全然違いますよね。あの既存のこう今、はい、あのなんだろう、ネット上に出てる方々とはちょっと一線、全く、うん、あの保守系の雑誌新聞にしか書けない人とは一線を隠してる、そこそれ聞かなかったことしますけど私は言ってないです、はい、私が言いました、私一人が言いました、ね。とりあえずは、ね、あのそういうライブだとね、放送禁止用語を連発ですでも常念塾はすごく面白かったですよね。写真上がってるのにびっくりしちゃった、あの時の人だ、うん、謎の美女だ。あ、今いいこと、今すごく大切なことなんで2回ぐらい言ってもらって感謝します。あ、すごいね、謎の美女がいます。あの時の謎の美女だ。 そうです、うん、それが椿さんだったんですね。そうなんです、はい、うん、その後もね先生はね次世代の党のパーティーとかでお会いしてるんですよ、うん、全然気づきませんでした。まあ、あの挨拶してないんですけどね。あの、あ、違う、あの、クララ塾でしたっけ、倉山塾、倉山塾に入ったことがありますって話をした、はい、あ、はい、今はいないですね。今いない、あ、じゃあまた前戻ってきて、分かりました。月1000円で日本一安い月謝の塾なんで、うん、はい、そうですね、はい、ね、ということでですね、うん、そういう慣れ初めがあり、そしてですね、なんか15分番組なので8分無駄話で過ごしましたけど、ね、ここからが本番ですよ、はい、なぜ椿さんが、ええ、あのこういう、うん、な謎の本業は謎の料理人なのに、はい、まあ、意図的に謎をしてるだけなんですけど、うん、別に謎でも何でもないんですよ ね、はい、ね、はい、でなぜそのチャンネルアジャン出たりとか、うん、あの政治的な発信をするようになったのかと、うん、それを今日聞く番組。そうなんですよね、だから例えばその先生なんかの番組を見て触発されてる人ってのはたくさんいたと思うんですよ、うん、経済に興味を持ってる人もいるし、はい、国体に興味を持つ人もいるし、まあ、あのいろんなことに興味を持ったんですけども、まあ、靖国神社には結構行ってたんで、うん、ある時からその靖国神社にいつもありがとうございますだけ言いに行ってたんですけども、ある時から何かお役に立てることが私にでもあったら使っていただきたいってことを思うような、それはあのそうネットでそういうの見るようになってから安くに行くようになったんですか。ネットの前には行ってました。それはなんか、はい、そのなんかお祭り的な、はい、うん、感じでね、で知ってる、存在は知ってるし、別に嫌悪感とかなんか危ないとかそういうのは一切なかったんですけども、それまでに、行ってるのは普通の神社に行くように行ってた。それがちょっと気持ちが変わってきて、なるほどなってなって、優秀感見たりとかして、でお役に立ちたい、皆さんみたいにお役に立ちたいっていうふうに思って、あのでもお願いしちゃいけないっていうのを聞いてたんで、うん、もし使っていただけるのならばみたいな、うんうん、感じでいたら、ふと気が付いたら沖縄にいたっていう。はい、すいません、かなり話が飛んでるんですけど、自分でもねその時のこう記憶がないぐらいなんですよ、はい、気づいたら沖縄にいた。そう、いや沖縄に住んだわけじゃないんですけど、はい、あの沖縄の、に行って、沖縄の海軍号っていうのが那覇からすぐ近くにあるんですけど、はい、海軍号の中一人で見学して、もう止めどない涙で止まらなくなっちゃって、うん、であの何か沖縄のためにやりたい
でその前後にその沖縄でその祖国復帰に活躍された中村敏子先生っていう、はい、今96今度今年6歳なのかな、沖縄保守では有名な方ですね。そうですね、はい、で中村敏子先生のことを知ってそのお話をこうネットで見ながらですごく憧れて、うん、で行ってお会いすることができた。なるほど、うん、でそれで沖縄のことに関心を持つようになり、はいはい、ただ全面的に沖縄の問題に最初やり方が分からなくって、うん、こうご批判いただくようなことが何回かあったので、これはそんなに表に出なくてもできることがあると思って、沖縄の保守の方々がやってる、こうちょっといろいろ分かれてて複雑なんですけども、そのあるグループの人たちと一緒にその行動したりとか応援したりとかをするようになりましたね。うん、沖縄の保守の人のとも所長会うんですよね、うん、でちょうどその峰安さんが私を見てた頃ですね、うん、沖縄保守の人に沖縄を取り戻したかったら白川を打てって言って、うん、あで そ, まあ、でもそれそのおっしゃる通りです本当ね、うん、それが分かる、ねうん、人が峰安さんと、うん、あと誰だぐらい、いやそんなことはないですよ、日本取り湯崎道夫さんがね、もう国防費充実だって言って分かってくれるのに、うん、私が白川打てって言ってもね聞いてくれないんですよ、あなたぐらい。江崎先生はそれはちょっと後半に話すからやっぱりね人格者なんで人格者です ね, もう、うん、すごい尊敬します。最年少なのに大御所のような態度ってねいろんなところで評判になってます、うん、で沖縄人格者です、ね、本当に、はい、でその沖縄のことをやりつつ、そうですね、でそれこそ沖縄のことって結局はその、まあ、戦後 の, その復帰するまでの間のことと復帰する時と復帰後 の, その環境と歴史問題っていうのがすごく重視されてきて、うん、それをこう正していこうっていう、その上から目線のよりどちらかというと平行横にこうつながるように、いやでもそれはねこうなんだよっていうふうに流れるようにやっていこうっていう形で地道にやっていらっしゃる方がいて、でその人たちと一緒に、それが沖縄対策本部っていうんだったんですけど、はいはいはい、中村さんですね。そうです、はい、そうです、ね、はい、でやってて、そうなんです、で今も続けててって感じ。そうですね、今も仲良くさせていただいて、今年96歳で沖縄だとお祭りっていうか本当結婚式みたいなことするんですよ、はい、中村先生のね、はい、でそれに行って司会してきます、はい、いろいろ司会業もやりつつ、そう司会業っていうか、まあ、まあ、頼まれて嬉しいなって感じです、はいはい、アイヌのこととかもなんか、そう、それでアイヌ沖縄のいろんなことをいろいろ調べてたら、うん、その左翼じゃないなと、はい、もう問題は、うん、で左翼は左翼を 対峙してやってる方々がいらっしゃるので、もう別に関わることもないし、 やってる方がいらっしゃるんですよ、お任せっては言わないですけども、うん、私もできることをやろうと思っていろいろ調べてて、 お金の流れが気になって気になって、うん、そしたらそのあるそのお金の同じ流れの中に、ブラック解放同盟と、うん、アイヌ協会の名前が出てきて、で、あれと思ったら、そのたまたまアイヌの問題をやってる方がフェイスブックにいらっしゃって、先生がいらっしゃって、それでコンタクトを取っていろいろ教えてもらうようになって、沖縄アイヌっていうふうになったんですね。なるほど、うん、まあね、北海道の方が広いですか、沖縄より。うん、全然広いですね。どれくらい広いですか。沖縄はどちらかというと空気を読む人が多いんですよ。例えば、はい、時期になるとうん、いわゆる左翼活動家って言われてる方たちがバーッと行くシーズンがあるんですね。そうするともうホテルとか全部泊まるんですけども、タクシーの運転手さんが聞かれることが決まってる。だいたい、はい、かわいそうねとか大変だったでしょとか、うん、あなたのお道でその日本軍にすごく虐げられた人いなかったですかとか、とかそういうこといっぱい聞かれたりするから、もう反応でこう言えばいいんだろうっていう空気が、なるほど、を言うんですよ。だから私がタクシーの運転手とか商店街の人とかと行くと、できるだけ喋ろうと思ってたのは、どういうふうに本当は思ってるのかなっていうふうに思った時に、ポツポツこう本音が出てくるんですよ、はい、それが面白かったのが、いやこう言っとけばいいのかなっていうふうにこうなんとなく空気でね言ってきたけど、でも別に全員じゃないですよ、全員じゃないけど、その人は別に米軍の基地があってもそこで働いてる身内の人間もいるし、もうそれが当たり前になってるからそんなに困ってないと。でその日本が日本で守れればそれに越したことはないけれども、今この状態でその悲しみとか苦しみとかっていうのを訴えるんじゃなくて、当たり前の世の中になっちゃってるので、そんなにこうかわいそうかわいそうって言われてもそうでもないんだけどねっていうのを何個か聞いてきて、
まあ、あの中にはそうじゃない人もいるけれどもそういう人もいるっていうふうに思うようになった、うんまあ、知れるっていうかな、うん、チャンネルクララでも実は今後そういう発信をしていきたいと思いぜひ、ね、ぜひぜひ。でそれでですねこういう騒動なければ本当は椿さんに来ていただいて LGBT の番組をねやりたかったんですけど、まあ、ちょっとねあの今やるのはねもう何を言ってもダメなんで今この瞬間は言うこと自体が弁護も含めてダメなんで、ね、後ろから仲間をね打つなんてもったり 足引っ張るなんて論外なんですけど弁護しても今まずい時期なんで LGBT の話はね、まあ、あの落ち着いてからゆっくりしたいんですけど、いやあのなんであの峰椿さんとあのLGBT の話をしたかったかっていうと、うん、あの結局、まあ、マイノリティの問題っていうのは保守の人はもう左翼がやってるからもう敵だって言うんだけどそうじゃないんだよって話を、はい、そうなんです。あの LGBT の詳しい話はまた機会を見てお話できたらいいなと思うんですけど、はい、あのその利権をこう よく皆さん心配されると思うんですけども、あの LGBT に関しては利権はないです、はいね、でただその息苦しさに、困ってる人はいます。確かにその人の駆け込む場所が相談できる場所が、まあ、保守サイトって言ったら変ですけどもないです、うん、でその人たちがどんなに保守主義のいや多いんですよ、うん、あのゲイの人とか特に保守派っていうか保守主義の人が特に多くって、うん、で彼らも基本的に自民党の古くからのその親が自民党だったりとかっていう人も結構いるんで、で保守主義なんですけども何か困った時に駆け込むところは保守、まあ、系のところにはないと。でそこで結局は革新系とか、まあ、共産党は一時期 LGBT に関して批判してたので、まあ、大したあの仕事はしないんですけども、そういうふうなところに駆け込むと。でそうすると自分が困ってたのを親身になって聞いてくれる人にやっぱり心は移るというと変ですけども、そうですね、うん、で自分どんなにその、国体を誤字って思っていてもその人たちがこういう運動がするからたまには来てって言われたら断れなくなっちゃうと。当然自分を虐げてる側としてね助けてくれる側だったら、うん、そうですね、恩義がありますもんね。そうで利権、まあ、利権云々じゃなくって、で私がその LGBT の活動の中で一番言ってるのはそういうふうに、今年でアイヌが40億5000万かなぐらいの予算がついて、莫大の予算がついてるんですけども、でそのお金アイヌだけですよね、いわゆる北海道じゃなくてアイヌだけについてるわけですから、でそういうことが起こるといけないと。でしかも LGBT にそんな予算は必要ないんですよ、うん、で LGBT の人も言ってる。だから利権が発生することはほとんどないんですけども、利権になるための例えば NGO 法とか一般社団法人とかいくらでも作って抜け道でお金を引っ張ることができるようになったら、これはまた同じことの繰り返しになって弱者が救済がまたできなくなっちゃう、本当の意味で、うんうん、ただかわいそうであの差別するのかっていうふうに言われてしまう。だから LGBT を保守の方でもどうにかやりたいっていうふうに始めたのがきっかけですね、はい、いやあのいずれですねまたすぐに再登場していただいて、うんうん、で一味違った保守の視点の番組をですね椿さんに。保守でいいんですか、うん、まあ本来の保守ですかね。そうですね、まあ人弁抜き保守は困りますよね、うん、そうですね。あ、まあ、自分がなんかこういろいろ LGBT やってて、うん、なんかやっちゃったことによって、まあ、たくさんのその保守系の人にあの左翼になったのかなっていうふうに思われたんですけど、なったと思われても構わないんですけども、実際は私はその自民党の、活動の理解増進会っていうのがあるんですけども、それに合わせて、差別をしない社会っていうのは、いわゆる私たちがやったら理解増進で、うん、革新たちがやってるのは差別撤廃なんですね、うん、差別撤廃の中はちょっとしたことの発言で、差別するつもりがない人の発言でも差別者認定されちゃったりする可能性があるんですね、うんうん、そうじゃないと、ね、もっと自由に言論の自由を担保しながら、弱者に寄り添えるような政策に持っていけるように、今年の秋にも法案を提出するようにもちょっと努力してる、はい、はい、それは具体的になったらね、クララでまたやりたい、はい、ぜひ、はい、ちょっとあの締めに行きたいと思ったんですけど、うん、一つあのこれは聞いとかないと終われないなと思ったんですけど、へへ、 LGBT とかそういうことやってると、はい、左翼だって言われるんですか。うん、左翼だって言われる。保守から。あとね、面白かったのが、ね、在日朝鮮人だって言われて、もしかしてそれを言ってるのは自分自称保守の人が言ってるどねえ、なんか、ね、言われたみたいで、敵を作りたいのかね君たちは作戦という概念あるのかね
でもね、私思ったんですけど、はい、在日朝鮮人って言われてちょっと、はい、まあ、うちそんなに歴史のある家系じゃないんですけど、はい、調べたら、まあ、上3代まではちょっととりあえず日本人でした、はい、それだけはご報告して3代ぐらいまでは確実に日本人でした、はい、ということで、まあ、そういう変な話人もいるんで、はい、まあ、ちゃんとした発信をねしていければなと思います、はい、またすぐにお越しください、はい、あ、ぜひありがとうございます。今日呼んでいただいて、ぜひぜひありがとうございます。はい、ありがとうございました。